通り町筋から見た敷地の様子上通へ地区第一種市街地。再開発事業は、熊本県熊本市中央区上通り町で実施された市街地再開発事業。当敷地は、熊本市の中心繁華街である通り町筋及び上通り商店街に面している。この事業により、再開発ビル二棟の建設及び道路の整備が行われた。再開発ビルは、 A 棟と B 棟の二棟からなり、商業、文化、宿泊等の施設が入居する複合ビルとなっている。また A 棟には、ビプレス、熊日会館の名称が付けられている。再開発ビルは当初は一棟で計画されていたが、最終的に二棟になった。A 棟には、主要施設として、地下1階から2階までの西側には、商業施設入営ス。 3階には、熊本市現代美術館1.2階の東側及び4階から14階までは、ホテル日光熊本が入居している。また、遊歩道及び市道を新たに設け、通り上筋と上野裏通りを直結することで周辺の回遊性を高めることが図られている。かつては、熊本日日新聞社本社があり、1984年から、同社内で、 敷地活用の検討が行われていた。1994年には、熊本市などと覚書が交わされ、1996年には、熊本市の市街地再生基本計画に盛り込まれた。最終的には、九州電力熊本支店跡地、水道庁の手っ取り本町地区第一種市街地、再開発事業と合わせて、熊本市中心繁華街の活性化事業として実施された。 ありがとうございます。